どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、新武器が追加されましたね。ショットガンとエキゾチック。確か、レバーアクションと二丁拳銃っぽいやつらしいぜ。どっちも気になるけど、まずは普通に落ちているであろう。ショットガンの方を探していくよ。特に理由はないけど、ホーリーヘッジズに来ました。そして久々のレーザースキンだな。やっぱりいいな、レーザーちゃんは。世界を救えやってた時、わざわざ別のゲームやってまでゲットしたから、思い入れ深いよな。懐かしいね。それからしばらくして、バトロワの方で普通に販売されたんだよね。もちろん即購入したわ。あ、敵いるみたいだけど、まずはレジからお金もらってから行きましょうか。平然といろんなとこからお金盗めるからな。やあやあ、そこの君、新武器になかったかい？チェ、持ってないか。ショットガンだし、すぐ見つかりそうだけどな。うわ、なんかここにも敵いるわ。でも多分またボットね。おい、エイム安定してねえな。いやあ、ちょっと言い訳させてもらうと、最近コントローラーにつけてたエイムリング、取れてなくしちゃったのよね。エイムリングって効果あるのか？うん、めっちゃ変わるよ。私がずっとエイムリングありに慣れてたからかもしんないけど、ないとすごくやりづらいわ。なくして気づいた。そうなんだ。替えがあったと思うんだけど、すぐに見つからなかったから、今代わりに輪ゴム巻いてやってるわ。輪ゴムって、あ、でも、これ意外と効果あって、多少エイムリングの代わりになってくれてるわ。ま、マジか。なんか、聞いたことない銃声が聞こえるぞ。新武器に間違いない。早く欲しい、けどこの宝箱開けてから行くわよ。まあ多分ボット同士で戦ってるだけだから、そんなに焦る必要はないな。なんかショットガンの音聞こえなくなっちゃったけど、まだこの家にいるよね？多分な、建築あるし。さあ、新しいショットガンを持っているのは誰なの？私によこしなさい。おお、多分これだ。レバーアクションショットガン。見た目はポンプにも似てるし、レバーアクションライフルにも似てるな。真ん中が白くなってるのが特徴的だけど、私白い武器スキンできちゃったからよくわかんないわ。これ以上リロードできないってことは、装填数は6か。レティクルも結構大きいけど、タクショよりは小さいって感じかな。早速試してみたい。こういう時はボットって便利よね。この中にもいるはずよ。さあ、新武器の実力を見てみましょう。おお、気持ちいい。76ダメージと、結構火力も出てたな。何より撃った後に、くるって回転させるのがかっこいいね。まあその分連射は遅れるから、戦いではネックになりそうだけどな。さて、この上に宝箱あるので壊しておきましょうか。おお、青のレバーアクションショットガン出た。まだ近くにボットがいるみたいなんで、これまた試せそうですね。相手が撃ってきてるのは、レバーアクションライフルの方か。最近レバーアクションの流れが来てるのかな？って痛い、当てられたし。くそー、目には目を、レバーアクションにはレバーアクションをだ。いや、5、6層悪すぎだろ。さ、食らいなさい。おお、いいねいいね。ヘッショだと100ダメージ以上出るな。そしてやっぱり、使ってて楽しいわ。リロードがマジでかっこいい。レバーアクションライフルの時と同じ感想だけど、強いかどうかは置いといて、好きだわこの武器。こうやって持ってるだけでかっこいいから、何度もカチャカチャして遊んじゃうわ。でも結局、タクショに落ち着きそうな気がするけどな。性能的には、ポンプとタクショの間って感じするけど、やっぱり今の環境では、8発連射できるタクショが安定してる気がするよね。ずっと使い慣れてるってのもあるし、タクショは最初からあるもんな。前のシーズンでは使えなかったけど。お、あそこで建築バトルしてるわね。ヘビアサで撃つか？いや、ホタルを捕獲するわ。まさかの選択肢。ヘビアサ2個いらないし、これで建築を、と思ったけどなんか近くに来てるわね。これ普通に魚触れるかも。はい、ラッキー。めちゃくちゃ楽に2人分の物資あされちゃうな。ショックウェーブと P90 は嬉しいけど、ポーション1個も持ってないのか、私も全然ないんだよね。シールド25なのはかなり不安だな。やっとミニポテに入るわ。でもまだシールド50で若干不安なので。コーラルキャッスルの方から行くわ。安全そうだし、デカポ一つくらい落ちてるでしょ。最悪ココナッツ食べるし。本当にココナッツ食べようとしてて草。うへへ、いっぱい取れたわ。うまいうまい。あ、一個転がってっちゃったぞ。ま、待てー。おむすびコロリンならぬ、ココナッツコロリンだな。南国風洞は始まってたまるか。てかちょ、
マジで止まんないんだけど、このココナッツ。こんなに転がるもん？てか、なんで止めることもできないのよ。一瞬で壁や床を建築することはできるが、ココナッツを拾うことはできない。悲しきフォトナキャラ。能力値偏りすぎでしょ。よし、でも止まってきた、今こそ。で、ああ、また転がった。ちょま、そっちは。あ。いや、やっぱりおかしいって。前までこんなにコロコロしなかったでしょ。めっちゃ食べにくくなってる。ココナッツ弱体化入ってるわこれ。いや、ほとんどの人そんな変化気にしてないだろ。それより霊夢、敵と戦ってる時間より、ココナッツと戦ってる時間の方が長いんじゃないか？その方が動画としてヤバすぎだろ。お、かなり面白いアンチになったわね。新スポットがスポット入ってるな。え、なにそれだじゃれ？うるせえ、たまたまだよ。ていうか、この場所初めて来たわ。こんな管制塔みたいなところあったんだね。やっぱり塀の上にいた方が有利だよね。ならこのままぐるっと半時計回りに進んでいけばいいな。ショックウェーブを使って、早めに強ポジを取りに行くわよ。このゲームにおいて、壊れない高所ほど安心できる場所はないからね。おっと、ここまで来たらやはり先客がいたわ。でもこの場所は私のもの、先に建築よ。あ、ショックウェーブでどっか行ったな。あっさりと明け渡してくれたわね。はい、その後もうまく立ち回り、残り3人まで生き延びたが、ここまで見てくれてありがとな。チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートはマサオマックリまで。待って、それやばいやつだから、編集側の都合で、絶対に逆らえない死亡フラグだから、霊夢、運命を受け入れるんだ。なんでマリサまでそっち側なのよ。まだ終わってない、さっき向こうに建築見えたわ。でも木が邪魔で状況が全然わかんない。壊そうと思ったけど、耐久値結構あるなぁ。てか待って、この辺から気配を感じる、どこだ？相手さんはもうすでに、建築で霊夢の上を取っていたんだぜ。うわぁ、全然気づかなかった。くそぉ、こうなったらショックウェーブで上を取り返さないと。で、防がれたー。前にもこういうことあったよな。まだ？新武器当てればワンチャン。はい、ということでね。新武器あんまり使えなくてすいませんでした。それじゃあまた別の動画で会おうぜ。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。